どうも、最近ですね、すごいハイレベルのコメントが来たんですよ。そのコメントなんだけど、ケンドラがリンゴ、バナナ、ブドウを乗せています、曲がり角で落としたのはっていう謎謎だったんですよね。これみんなわかる？これ僕めちゃくちゃ考えたんですよ。答え、スピードです。ふざけんな。はい、どうもピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、 Do you want a bash? かっこトロールということで、あなたはキノコが欲しいですかっていう意味になるのかな。でね、僕気になるんですけど、このサムネめっちゃ綺麗なマリオ描いてるじゃん。ただよ、足の形が左右違うんですよ。ブロックの量が違うよね。それ僕見抜きました。そして両手も見てください、 P ブロックの数が違うんですよ。それに気づけた僕、もうこのトロールコース制覇しましたね。まあいつもの通り意味わかんないことを抑えてるんですけど、早速やっていきますか。クリア率は 0.94%。 でね、コース名にあなたはキノコが欲しいですかって書いてると思うんだけど、このコースを攻略する鍵がキノコを手に入れ、これ避けるよ。よし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 、ノーじゃねえんだよ。これ下から行けないから。いや、下から行ったとしても度数が邪魔してくるよね。ちょっと悪あがきしていい？一旦下に行くじゃん。ちょっと行かして。よし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 。で、こっから度数が上に行ってる時にダッシュしゃがみで右の方に抜けていきます。行くよ。ここか。じゃあここは右にダッシュしたら抜けれんのかな。あ、抜けれるね。そして下にはキノコ、上にはガリガリか。コース名がさ、キノコが欲しいですかって書いてたじゃん。なんで欲しい。こっから右が開くパターン。そういう問題じゃねえんだって。ブラッパ、今なんでそこで出てきたの。せめてマリオのところに出てきてよ。じゃあ上で合ってんのかな。でもあのガリガリアイテムがないと先に進めないよね。キノコが降ってくるとか、そういうパターンなんじゃないの。なんでこの上、あ、鉄拳、鉄拳、あ、なるほど、この土管からキノコが出てくるっていうわけでさ、進んでいきますか。なるほど、キノコを取ってあの針のところに行けと。なんでここは一旦土管からキノコを出しておくじゃん。そんで下からキノコを取る、そして右の針のところに行けばブロックが開くっていう感じだと思うんですよ。来ました。これは早く右に行かないけんパターンなんじゃないの。さあ行きましょう。どうに入って、次はこれフラワーなんかな。フラワーじゃないで、ね、はっ、それ大事なやつだよ。そんなに大事なやつだって。何、何が持ってきた。花はいらねえどうしてくれんだよ。じゃあこのドア出たらすぐにバネジャンして上に行けっていう感じだと思うんですよね。ここで左、ナイス。これバブルかな。でかいバブルだったらきついぞ。なるほど、ボブ兵か。ボブ兵が氷ブロックを溶かしてくれるっていうわけで、さあ行きますか。頼む、もう来るなよ。もう戻す系は何も来ないでね。さあ骨、右に行きます。うわ、どうしよう。これは下に行っていいのかな。下なんか陸地見えるよ、多分大丈夫。ダメだったね。じゃあここはもう下に降りない。そして上の花が倒されてくれることを祈っておこう。パウがなんか発動するんじゃないのかな。ナイス、ブロックか。びっくりしたかった。ビビった今。純粋にめっちゃビビったんだけど。え、あのハテナブロックを叩くことによってブラッパが出てきたみたいな。なんでだろうね。なるほど、鉄球か。っていうことは、あのハテナブロックのせいでブラッパが出てくるスペースがなかったんだろうね。さあここはどうしよう。バネ、何の意味があんのかな。すげえ意味深なんだけど。そしてクッパクランとコインを信用して右にジャンプいや、ダメ。あ、いけてる。え、こっから乗れみたいな。乗れやんか。え、ここわからんくらい、あのクッパクラウン乗れないんだよね。もう一回ジャンプしてってみる。わっ、うわ、いけんよ俺。隠しブロック、なるほど。こんなところに隠しブロックかわかんない。せめて近くの枠かなんか欲しいよね。魚がいる。あっあっこの飛びは。じゃあこの土管から出たら何もしないで魚が回避できると思うんだよね。そうでしょ。ナイス。さてこの四角の脇気になるな。羽も飛んでるしね。この羽なんだろう。大丈夫ですか、叩かないで。ていうかこんな四角の脇絶対引っかからないよね。誰がジャンプするんだよって話だよ、こんなところで。いや、すいません、実況者の悪い癖が出てるね。求めちゃってる。さあ次はちゃんとこの土管つながってんのか。本当につながってるか。つながってる。これはこの羽は何の意味もなかったんだね。さあこの土管絶対罠だと思う。下のドアに入りたいと思います。こっから左。くっそ何、え、何これ。レオ・アームストロー
ロングサイクロンジェットアームストロングホーじゃあここパウが出てきたでしょ。なんで一旦何もしないでいいのかな。そんで下に行って左、ナイス、これで進めるんだね。さあ行きますか。ナイス、これ中間ポイントか。なんか怪しくない、ここ絶対中間戻しあるやつ、絶対そうだよ。さあ一旦ここでハテナ叩きすぐ右、じゃあ何も叩くなってことだね。このまま右に行きます。そしてこの四角なんだろうね、この四角に追っておいたら安全みたいな感じかな。ただ右のいや危ない、めっちゃ見えた。え、このボム兵どうやって着火するんだろう。ハテナブロック叩けってことかな。じゃあハテナブロック叩いた瞬間右でダッシュ、それでいいんじゃないの。よしよし、ダッシュしすぎて次はちゃんと待っておこう。ここでファイヤーを出してちゃんと待っておきます。いや次こそちゃんと取ろう。この四角の枠に追っておけば、あっつ、早く進めよ、ここでどんだけ引っかかってんだよいやマジで引っかかりまくるよここで。ここでジャッカ回して一旦この場所で回避しておこう。そんで右上の氷ブロックもこのファイヤーで溶かせるっていう感じでしょ。いきますか。さあこのファイヤー取ったまんまでいいんでしょうか。やっぱりそういうことしてくるよね。ここでさ一旦チビにまでなってドカに入れっていうことだったね。さあ右に進んでジャンプしていいのかな。信用します。何を信用するか分かんないけどよしよしよし引っかかんなかったよ。じゃあ次に進んでいきましょう。さあここ早く右に行くから多分この砲台上がってくるよ。でここでジャンプ、熱々熱々熱々で、あだー次はこのハテナブロックを叩かないでドカに入っていく。ナイス、そろそろ中間にか。どうなんだ、あ、中間にだね。上から行くか下から行くか、ガリガリのところに足場が見えるくそ、何を出してくるんだ。え、何も出してこないんだけど、積んだ、なんか出してきてって頼むって、なんで出してこないの。ガマ発見しましたマジかよ、ここまで来て最初からやり直し、コインはいらないよいやあれガマじゃないね、もう完全に悪意があるね。スタートからやり直しをさせるという悪意があったよ今の。だって敵キャラを入れればいいのにコインだって出してくるんだよ完全に舐められてる。右に常にダッシュ、そしたらあの中間ポイントが取れる。やったこの上は絶対何もないでしょ。うん、やっぱなんもないよね。それじゃあチェックポイント2からドアに入って進んでいきましょう。どんな感じなんだろう次は。キノコハテナって書いてるな。キノコ取っていってみる。こっちが正解、足場ないもん。大丈夫はっ。そういえばね、昔ねガリガリに引っかかったのさ、ガーリックチャーハンとかそんなわけわかんないこと言ってたんですけど、今それを思い出しました。さあこの P スイッチのブロックがなくなってどうなる。このブロック声に変わんのかな。右のすぐジャンプしていこっか。いや隠しブロックがあると思う。なんで何もしないか正解。はい、ここカットしますすげえ読み外れました。すぐジャンプしろってことだね。そんで絶対あのキノコいる。あのキノコは絶対いるやつだ。このドア入ったらやられるやつでしょ。ほらガーリックチャーハンが待ってる。てんてんてれってんてんてんてれってんてんてんてれってん。どのタイミングでキノコ出てきたっけ。このリットに乗ったらキノコが出てきたのは分かったんだけど、なるほど、ここでキノコを取ってちくわブロックに取ってドアに入れっていう感じか。でこの先にねガリガリがあったと思うんだけど、こいつを抜けてBスイッチを踏んですぐ右に行く。よしよし、絶対合ってる。合ってないで、これ右左左戻れで足場があんのか。じゃあここでBスイッチ踏んでこの場所で待機しておけばキノコが取れるっていう感じでしょ。そんであのガリガリを抜けていけと。さあ抜けていきましょう。こっからもうゴールが近いと思います。どうだ、いや最後に2択持ってきやがった。どうしよう、これはもう左しか行けんよね。いや違う、右しか行けんよね。絶対左がゴールでしょ。こっちは何、いやまだワンチャンある。左これでいけるんじゃないの。来た来た来た、あ、どっち行こう、左でいい、左入れない。はぁえ、じゃあここ右で合ってたんかな。一旦右行くでしょ、そんで戻されると思うんだよね。そしてピンスイッチが発動してもう一回右に行く。そしたらさっきの中間ポイント、えゴールできたんだけど
なんでさっきゴールできんやったくない。マジでわかんない、さっきどんなんだったっけ。まだワンチャンある、左これでいけるんじゃないの。来た来た来た、あ、どっち行こう、左でいい、左入れない、はぁ、はい、それじゃあ次のコースはこれでまずあるよ。いや、すいません。いやだってもうサムネやばいもん、おかしいでしょあのパックンの量で。最速タイム見るじゃん、17秒って書いてるから、17秒間パックンを避け続けるコースだと思うんですよ。しかもクリア率 0.57% でしょ、これ相当難しいんじゃないかな。もう震えてるよ僕、手が寒くて。それじゃあ早速やっていきますか。まずパックンを避けるルートを確立しなきゃいけないと思うんですよね。やべえよ、どこに行けばいいのよ。いやマジでわかんないんだけど、これ開始1秒からもうできすぎでしょ。ここにいてもダメだよね。最初のパックンの右側の方走ってみていい。なんで最初にパックンの下をくぐるでしょ。こっからどうすればいいかマジでわかんないんだよね。てか怖すぎて動けないんだけど。いやでもなかなか返してな、ここに留まっておくのがこのコースの攻略の鍵みたいな、多分そんな感じだよね。このままゴールできるみたいな。クキーいや分かったよ、最後のパックンフラワーがあるじゃん、右ギリギリであの茎を避けるんだよ。なんでどの辺だったっけ、クリだクリだ、ここ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 、やったどうすればいいのよこんなだねえ、こんなの無理じゃんか、こっからゴールできるの頼む、右にジャンプしたらパウが発動するみたいな、そんなシステム置いて置いて、なんでなんだいやこれどうやってゴールすんのよ、どっかのタイミングでパウかなんか発動しないと絶対にゴールできないよね。だって最後のパックンが降りてきた時があるじゃん、そん時に右側にジャンプしてみてみていい、多分それでゴールできるんじゃないかな、このタイミング。いや次はちゃんと当たらんようにしていこう。ただ当たらんでジャンプできたとしてもよ、ゴールできるかが問題なんだよね。あの斧と一緒に設置されてるパックンの上、あっからゴールできないから、確かゴールできたような気がするんだよね。パックンで当たり判定意外と低いからさ。なんでこっから右にジャンプしてってみるんだよ、ギリギリまで左行ってみます。でこっから右にジャンプしていける、ほっ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 、いやめっちゃ嬉しいどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。